ナルセミキオは、日本の映画監督、東京府四谷出身。ナルセは1905年8月20日、東京都四谷区に、縫い箔職人の父、年三と母、きなの間に、次男、和目の次男として生まれた。生まれたのが巳年、巳の月、巳の日だったので、ミキオと名付けられた。もともと家が貧しかったため、早く腕に職をつけようと、 公主学校に入るが、父が亡くなって家計が逼迫したことで中退した。1920年、知人の紹介で、小竹鎌田撮影所に小道具係として入社する。1922年頃から池田義信の助監督に、つく。しかし、なかなか監督には昇進できず、後から入社した、小津安二郎や清水博士らが入社して3.4年で、監督に昇進する中、 ナルセもまだ、御所平之助の下で指示を受けており、都合10年もの下積み時代を過ごした。1930年、ナルセは、木戸志郎が赤穂春を名義でシナリオを書いた短編ナンセンス喜劇、映画、チャンバラ夫婦で監督デビューを果たす。最初は、短編のドタバタ喜劇を手掛けていたが、1931年の、腰弁頑張れで認められる。その後長編作品も手掛けていき、 1932年の虫歯メル春でキネマ旬報ベスト10第6位に選ばれ、期待の若手監督として注目された。翌1933年には、君と別れて、夜ごとの夢を発表し、両作とも、キネマ旬報ベスト10に選ばれて高い評価を得る。しかし監督に昇格しても個室も与えられず、他の助監督たちとの大部屋暮らしが続いた。 しかも他の監督たちが拒んだ脚本で映画を撮らされ、これを撮ったら、次は好きなのを撮らせてやるという約束も何度も保護にされた。そこへ、ナルセは、東方の前身である PCL から引き抜きの話が入り、遺跡を決心する。それを知った、オズヤスジロは、それも、よしと日記に書いている。またナルセは、この時期、 後の東方で、オズの映画を多数制作することになる。藤本雅美とも知り合うことになる。1934年、ナルセは、助監督の山本札夫と共に、PCL に移籍して、初陶器映画、乙女心三人姉妹を監督する。ついで、中野実の劇曲、女優都市人と、妻よ、バラのようにを監督する。後者は批評家から高い評価を受けて、 キネマジュンポーベスト1に選ばれる。この作品は、キミコという英代で1937年に、ニューヨークで封切られ、アメリカで工業上映された初の日本映画となった。後に、女優と詩人、妻よ、バラのようにの主演女優の千葉さちこと1937年に結婚して、長男の高志が生まれるが、3年後の1940年に離婚した。一人息子の高は、 千葉が引き取って育てた。おさらぎ次郎原作の流れでは、黒沢明が助監督を務める。黒沢の自伝には、成瀬さんにしても、物足りない仕事だったと思うが、それでも、私には得るところが多かった。の記載がある。戦時下では、鶴八鶴次郎、歌うどん、芝居道など、芸道ものというジャンルでさえを見せる。戦争直後は、民主主義路線映画、 浦島太郎の公営、俺もお前も、春の目覚めといった映画の監督を余儀なくされる。同時期に、東方葬儀によって、東方撮影所の機能が麻痺したため、なるセも、山本カジ郎黒沢、谷口千吉らと共に、東方を離れ、映画芸術協会を設立、フリーの立場で、東方、新東方、小畜、大英などで監督することになる。 1951年、林文子原作、原節子と上原健主への飯が高い評価を受けた。東方復帰後の1955年に監督した浮雲は一般に、成瀬の最高傑作とされている。成瀬は、林原作の稲妻、妻、万菊、浮雲、放浪記をはじめとして、川端康成原作の舞姫、山の音、 室生再生原作の、兄、妹、あんずっ子といった、純文学作品から、石坂洋二郎原作の、真心、石中先生行上記、口付けといった、大衆作品まで幅広いジャンルにわたる、文芸映画を中心に、人間の細やかな情感を何気ないやりとりで、描き切った。ナルセの遺作は1967年、塚陽洋子、加山雄三主演の、乱れ雲であった。 1969年、ナルセは直腸癌のため63歳で没した。なお、ナルセは闘病中に見舞いに訪れた高峰秀子に白一色の幕を背にして、高峰秀子が一人芝居をするという奇抜な作品の構想を語ったが、ついに実現しなかった。これについては、ナルセと多くの作品でコンビを組んだ名カメラマンの玉井正夫が、後年のインタビューで、 その発言は、ナルセさんが死ぬ間際に弱気になっていたからこそ出た言葉ですよ。ナルセさんは、高峰秀子を個人的には好きではなかったですよという発言をしている。ナルセの生誕100周年にあたる2005年には、DVD ボックスのリリースや関連書籍の出版、各地の名画座での特集上映などが行われた。ナルセは女性映画の名手として知られており、特に、 高峰秀子とのコンビによる多数の作品を手掛ける。また、小津映画によって神話化された腹を、メッシ、シューで起用し、姿勢に生きる飾らない妻の姿を生き生きと演じさせた。またコーダーが原作の流れるでは、広報のほか、田中絹代、杉村春子、山田鈴、岡田麻里子、中北千恵子、そして、サイレント映画女優の大女優である。 栗島澄子が共演を果たしている。他に戦前では水、久保澄子忍節子、入江高子、岡田吉子、戦後では、若山節子、杉陽子、小賀野吉子、高峰美恵子、小暮道代、香川京子、淡島千景荒玉道代、草笛、光、つ子、有馬稲子、段霊子、水の組、淡路稽子司陽子、 星百合子といった女優が彼の映画で輝きを放っている。スター男優の意外な器用にもたけており、三船敏郎も、赤中先生行上記、妻の心で、黒沢映画で見せる男性的魅力とは異なる側面を見せ、三国連太郎は、夫婦、妻で奇妙な味わいを残した。戦前の松竹のスターである、上原健も、飯以降の著作で、山村総と共に飾らない。 中年男性の姿を手堅く演じ続けた。晩年の乱れると乱れ雲では若大将シリーズで人気絶頂だったスター香山から繊細な演技を引き出したことも特筆に値する。また小林刑事に殺人犯として主役を務めさせたり、その風貌から特実凡庸な性格の役回りが多い加藤大輔に結婚詐欺師や 若い女と駆け落ちを繰り返す亭主を演じさせるなど、名脇役として知られる俳優についても意外な一面を引き出している。数は少ないが、真心、秀子の車掌さん、懐かしの顔、秋田チヌなど子供を主人公とした情感豊かな佳作も手掛けている。特に、秋田チヌは、主人公に、ナルセ本人の幼少時代が重ねられているという意味でも、貴重な作品である。 ナルセの映画を支えていたのは、東方の映画撮影所の優秀な人材によるところも大きく、それは美術監督を務めた中古地によるナルセみきの設計に詳しい。ナルセは美術に、中古、撮影に、玉井正夫、照明に、石井長志郎、録音に、下、永名を、音楽に、斉藤一郎、といった、ナルセ組と呼ばれた固定スタッフでの作業を好み、 また彼らもそれぞれの持つ一流以上の技術で、ナルセの元を支えた。脚本には、水木陽子が多くの作品で貢献している。またナルセは、非常に時代性を意識した監督であり、作中にさりげなく当時の世相を盛り込むことが多かった。一例として、乱れるでの個人商店と、スーパーマーケットとの価格競争や、 妻として、女としてで妻や家族が三種の人儀を欲しがるシーンなどがある。こうした設定が伏線として話の本筋に生かされることも多い。一方、戦後の作品では該当シーンでチンドン屋が登場することが非常に多い。ほとんどは話に絡むことがなく BGM としての意味合いも兼ねていたが、ナルセ自身が特に好んで取り上げていたと言われている。 ナルセの映画で国内外を問わず最も高い評価を受けているのは浮雲であるが、浮雲はその重い雰囲気、こってりとした画調などが、ナルセ作品として異質であり、浮雲をして代表作とするべきではないという意見もある。ナルセも浮雲を自身の最高傑作とはみなしていなかったと言われている。ナルセはスタッフには慕われていたが、無口な性格で付き合いをほとんど持たなかった。 上手に富んだやるせない作風のため、生命をもじって、やるせなきよと、あだなされた。ナルセの下で助監督の経験をし、自身も、ナルセ映画のファンであった、石井照るも、ナルセのことを大学教授のような、物静かな人と語っている。ナルセは、国内では、生前から一定の評価を得ていたが、それは、個性的な映画作家というより、むしろ職人監督としてであった。 ナルセに関しては、後に、松竹社長となる、か田撮影所の木戸志郎所長が、小津は二人いらないと言ったという伝説がある。その小津はナルセが監督した、浮雲、俺にはできない写真だと、賛している。また溝野口賢治は、あの人の写真はうまいことはうまいが、いつも金玉がありませんねと評している。かつて教えを受けた、石井てるは、不詳の弟子と、自ら認めているが、 映画は映画館で上映される数週間だけの命であるとするナルセの姿勢に敬意を払っていた。黒沢明も自伝の中で自身が助監督についただれの撮影でのナルセについて撮影中の時間の使い方など全く無駄がなく何もかも自分でやってしまうので助監督は手持ち無沙汰だったと振り返っている。また、ナルセの監督としての仕事ぶりについても 映画のエキスパート、その腕前の確かなことは、比類がないと評している。黒沢のスクリプターとして、多くの黒沢作品に参加している、野上照世は、黒沢さんが一番尊敬してたのは、間違いなく、ナルセさんと実女に書いている。ナルセの国際的名声が高まったのは、死から10年以上も経ってからで、 河北隆子のような熱心な映画ファンの尽力により1983年のロカルノ国際映画祭で特集上映プログラムが組まれて以降である。その後、1988年では香港国際映画祭で、1998年にはサンセバスティアン国際映画祭で特集上映が組まれた。フランス映画誌、カイエデュ・シネマはナルセのことをオズ、溝口、 黒沢に次ぐ日本の第四の巨匠と称えた。1990年には、ナルセの映画の美術を多数担当した中古里氏とは見茂彦とのインタビュー、ナルセミキオの設計がちくま書房から刊行される。ジャンピエール・リモザン、レオス・カラックス、ダニエル・シュミット、エドワード・ヤンといった映画監督たちがナルセに敬意を表している。シュミットは、ドキュメンタリー映画、 書かれた顔で番劇の一部を引用し、主演の杉村へのインタビューを果たした。ナルセの系統的な評価に関しては、長く、戦中戦後に、スランプの時期があったが、メッシュを契機に復活を果たし、女性映画の名手となったとする意見が、支配的であった。しかし、近年は、戦中作品を中心に評価が向上しつつある。 1953年までの作品は著作権の保護期間が完全に終了したと考えられている。このためいくつかの作品が格安 DVD で発売されている。ありがとうございます。